ちょっと待って、めっちゃいいホテルに泊まってない俺。今日みんなにわからんぐらいめちゃくちゃいいホテルに泊まってない。これどこって、もうこれもうタイムズスクエアの隣にあるマリオットホテルやないと、これもしかして。こんないい、こんないいとこは絶対にそうって、これこれもうタイムズスクエアの真横にあるあのもうあのマリオットやん、これ絶対そうって。あ、もうこの夜景絶対そうやん。この夜景はマリオットや、タイムズスクエアのマリオットや。見てごらん、あれタイムズスクエアや。タイムズスクエア誰がアッパーホテルよ。あんなゴミみたいなホテル泊まるか、お前。あんなゴミみたいなホテル、金ないやつの泊まる場所。金あるやつはマリオットに泊まるけん。マリオット、マリオット以外はもうホテルでもね、本当にホテルとして認識しねえ。普通にアッパ社長とブレイキングダウン、めちゃめちゃ盛り上がるやん。アッパホテル社長 vs DJ 社長やろ、絶対に負けねえ。普通に相手がいくらババアやけんって、女やけんって、もうさすがに手加減せん。こっちも戦いやし、向こうはそれ覚悟で出てきとやろしね。逆にちゃんととどめさせてあげな、失礼っていうか、向こうがどんくらいの覚悟で来とうかっていうのをちゃんと受け止めない関係やさ。向こうが本気なのにこっちが手抜くことできんやん。だけど絶対に花とかへし折る。うん、もしブレイキングダウンであいつと戦うことがあるなら、もう絶対にもう花から狙う、花を狙う、もう絶対に花折る。仮に俺が負けたとしても、うん、花だけは絶対に折る。うん、絶対におる、うん、ブレイキングダウンしてはね、